皆さんこんにちは。今日はこちらのゴードンミラー蔵前から商品のご案内をします。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介させていただくのはこちらのスタッキングトランクカーゴです。まずサイズなんですけれども、通常のタイプとロータイプとあります。で、上から22リットル、30リットル、50リットル、70リットルで、ロータイプは18リットル、30リットル、40リットルになります。で、カラーなんですけれども、こちらのコヨーテとオリーブドラブの2色の展開がございます。で、それぞれのサイズと価格についてはこちらをご覧ください。はい、それでは具体的にスタッキングの例をお見せしたいと思います。まずこちらの一番大きいタイプ70リットルなんですけれども、70リットルの上にロータイプの40リットルがぴったりはまります。で、この上には今度は30リットルがちょうど2個収まるようになってます。で、それぞれスタッキングのこの蓋の上には溝が掘られておりますので、一度入っちゃうとズレはありませんというのも特徴です。で、同じく今度は50リットルなんですけども、50リットルの上にロータイプの30リットルがぴったりはまります。で、この上には22リットルがちょうどピタッとはまるようなサイズになってます。はい、続きまして、スタッキングトランクカーゴの特徴をご案内させていただきます。スタッキングトランクカーゴなんですけれども、名前の通りこのようにスタッキングできるっていうのも特徴の一つなんですが、この蓋の裏のこの格子によって非常に頑丈な作りになってますので、耐荷重それぞれ100キロあります。このように椅子に使ってもらうことが可能になってます。で、さらに天板がこのように平らになってますので、天板の上にそのままテーブルとして飲み物だったり食べ物だったり置いていただくことも可能かなと思います。はい、もう一つの特徴としまして、こちらの天板のそれぞれの真ん中に溝が掘られております。この溝は、上に積んでいただいた時に、ずれないようにベルトを通すんですけれども、そのベルトがずれないようになっているというのが特徴になっております。はい、スタッキングトランクカーゴのロータイプには別売りのパーツがあります。実際買っていただくと中身はこのような空間になっているんですけれども、こちらの別売りの仕切り板をつけることで空間を間仕切ることができるようになってます。で、仕切り板だけではなく他の商品を使って、空間を間仕切って、収納を整理することも可能です。例えば折りたたみ付きの取っ手付きコンテナなんかを入れていただいたり、コーデラのゴミ箱を活用していただいてこのように空間を仕切って収納を整理することも可能です。はい、ゴードンミラーのスタッキングトランクカーゴは7種類7つの、容量バリエーションがありますので、お車のトランクルームの容量に合わせて、組み合わせを考えていただくのも楽しいかなと思います。例えばこちらの3サイズを乗っけて奥行きであったり幅であったりを見ていただけたり、組み合わせをこのように考えていただいたりということができるかなと思いますので、ぜひお車で実際に積んでみて試してみてください。
上に乗っける場合はこのようなロープを使っていただいてしっかりと固定することをお勧めします。こちらの商品は、樹脂製品になっておりますので、もちろん雨に濡れても大丈夫です。で、雨が上から降ってもこの返しがありますので中に雨が染み込むことはまずありません。で、この商品なんですけれども、もちろんアウトドアで使っていただくことはいいんです。アウトドアだったりガレージの整理だったりもいいんですけれども、家庭内の中のクローゼットの整理であったりっていうのにもご活用いただけるかなと思います。こういう便利な商品を取り扱っておりますので、ぜひご活用ください。